お話をいただけたので楽しく、そして皆さんにも楽しんでもらえるように頑張りたいなって。まだ全然何もしてないからさ、本当に何も言えないんだけど、そう本当にあのみんなが知ってる情報以上のことは私は本当にほとんど知らないんだけど、そうでも撮影もあると思うのでこれからちょっと頑張っていきたいと思います。ゆぐ出演ありがとうございます。めっちゃおめでとうって言ってくれる、ありがとうございます。斜め上でしょ、めっちゃ斜め上だったんだと思うんですよね。そう監督さんが徳島の方で同郷なのでやりましょうっていう風にお声をかけてくださって、そうなんです、ツイッターでもなんかそんな感じで言ってくださってて嬉しい、頑張ります。なんかキャストの方も結構芸人さんが多めだったりとかするんで、どうなるのかって、私もどうなんだろうって感じですね。ありがとう、嬉しい、クランクインなんか初めてやるお仕事の芝居が映画っていうね、めちゃめちゃなんかすごい感じなんですけど、頑張ります。お芝居とか本当に小学校中学校の時にちょろっとやってただけなんで、私にできるのかっていうね不安でいっぱいですけども、エイトらしいオファー、確かにエイトらしいオファーな感じはしますね。腹踊りついに映画そう腹踊りするんだごめん全部嘘だからねこれ今。そう腹踊りも公開していくっていうことで、泳ぎ会レベルになっちゃうかも、ならないように頑張るけど、村人へかもしれないね。いいチャンス、来年のアカデミー賞来年のアカデミー賞決定はやばすぎ。まあでも本当になんか、まあ、皆さんがちょっと楽しみだなって思うことができたなら私はそれで嬉しいので、はい頑張りたいと思います。話聞いたのはでも2週間も経ってないぐらい、1週間2週間かぐらい前、クラファンあるから何か、ありがとうございます。クラウドファンディング、昨日この前も私クラウドファンディングの話してたよね。クラウドファンディングで頑張ります。よくわかんないけど、なんか本当にまだ私本当に全然全容分かってなくて、そうなんです。でもなんかみんなにそういうちょっとさテンションの上がるいい報告ができるなって思ったらすごく嬉しくてウキウキしてました。ここ数日間ちょっとどころじゃなかったそうまあ割とびっくりだよね、そらそうだよね。アカデミー徳島賞、アカデミー徳島賞もらえるかな焼肉食べなきゃね、確かに焼肉食べよう、嬉しいなっていう。って感じですね。今からワクワク、私もワクワクしてます。どうなるんだろう、本当に。どういう系。でも結構ホームページに載ってないですかね。そう、裏社会系の結構なんか。戦う系かもしれないです、私戦えるかな戦えるかもしれないですね。プロレス、あー確かにプロレスの方もたくさんいらっしゃった。そう来年公開なんでちょっと先にはなっちゃうんですけど、30万払えば出演できる、そうなんだ、一緒に出ますかここまでなってるのに出演時間5秒、いやー確かにどうしよう、出演時間5秒は草なんだけど、それもいいよねで終わりって言ったらめっちゃおもろいけどね、むしろ面白い。戦うんじゃないわかんないんですけど、本当にわかんないんですけど、なんか楽しみたいなっていう気持ちでいっぱいです。わあすごい桜散ってる、ありがとう。あ待ってめっちゃくれてた、見てなかった。
なきさんハート100個ありがとうございます。あ、レインボースターも1,2,3,4個ありがとうございます。なきさんすごい、レインボースター5つだ。レインボースター5ありがとうございます。桜の花火もたくさんありがとう。5秒に、ね、全てをかけてやりたいな、やりたいやりたい。それはいいんじゃないかなで5秒一言も喋らんかったらそれはどうしようだね。あのいるだけね、いるだけ、こうやって立って見てるだけの人。インパクトのある面白い役、そうですね、一応私役柄は聞いてはいるんですけど、でもまあちょっとね楽しみですね。どんな感じになるのか分かってないんで、うん、結構でもみんな爆笑するんじゃないかなみたいな。サイリからも連絡あった、すごいじゃんって。そう、まだ内緒なんだけど、私らしくはないかもしれないけどもうなんか聞いただけで面白そうだなって思う感じ。なんかその話いただいた時にのんのんが隣にいたんですけど、もうのんのん隣で爆笑しててもう絶対やりに行くねっていう感じだったので、まあ交互期待という感じですね。私のイメージはほとんどないかもしれない。そう、面白いよ。めっちゃね爆笑してたから隣で、のんのん。壇上挨拶壇上挨拶あるのかなコメディじゃないけど、私がその役やるのかっていう爆笑。劇中で一人のノーウェーマンやばみんな戦ってるのに後ろで一人のノーウェーマン踊ってるんでしょ、めっちゃ面白いじゃん。これみんながさ作ってるピンクのコムちゃんみたいなの何、かわいいアバター、めでたい。まあとりあえずこうみんなにね、みんながわーってテンション上がるような報告ができたことがまずは嬉しいですっていう感じですね。まだショートにするか悩んでる女悩んじゃん、わー、次に繋がる繋がるような演技ができるかな。私本当にあの練習で演技はしたことあるんですけど、あの本当に本番で演技っていうのはしたことなくて、もうキリなキリなリーゼント言っとくか、リーゼント言っとくか。映画あってもショートにできる、わかんない、わかんないです。まあ伸ばすんですけどね、なんか伸ばした方が迫力ありそうだし。そうですね、でも友達が絶対見に行くよっていう LINE くれてすごい嬉しかった。アイリーも絶対見に行くって言ってくれたし、なんかすごいいろんな人が楽しみにしてるって思ったよりも反応くれて嬉しいです。どうなるのか本当に分かんないんですけど、今日のストレッチの髪、いや本当今日はねすごい頑張ってまっすぐにしました。あんままっすぐにならなかったけど、なんか癖があるのかしんないけど、まっすぐにしてもだんだん歪んできちゃうんだよね。そう、代理ちゃんもねくれたりとか、そうですね、嬉しいですね。全国で公開なら絶対見に行く、嬉しい。そう、猫ひろしさんとかさすごいね、りょうさんとか
もうね、会えるのかな私。いきまり映画出るのっていろんな人から来て、あ本当？そう私も出るのっていっぱい反応来ました。お母さんとかに言ってたんですけど、そう映画ありがとうございます。なんか有名人に会いに行けば、いや本当に公開日って言われてたっけ。知ってるんだけど、これをみんなの前で言っていいのかが分かんない。まあぜひ皆さん、あのその公開の時にお時間があれば。今年の夏クランクイン決定って書いてあって、どんな辛いことでも、ちょっと待ってね。あ、来年夏、そう来年夏は言ってるんだ。あ、じゃあ来年夏、そう詳しい公開日はまだなんですけど、来年夏だそうなので、結構まだまだお時間というか、まだまだ公開日は先なんですけど、そうですね、今年の夏からクランクインして、来年の夏には皆さんにお届けできるっていう形で、結構みんなはあの首を長くして待ってもらわないといけない感じなんですけど。そうですね、どんどん修学旅行先から友達、めっちゃ楽しいじゃん。なんか写真送られてきたんだ、楽しいって。あー桜ありがとうございます。花びらありがとう。ちょっと待って、なきさん、レインボースターありがとうございます。ハーフくんさん、レインボースター3つもありがとうございます。あ、たもんくんもレインボースターありがとうございます。10個ありがとう。はるにゃんさんもハートありがとうございます。なきさん、たくさんお花ありがとう。多分一度忘れるからまた告知、まあそうですね、お土産楽しみだね、早く来んないかな。そんなあれだけど、聞いて、なんかさ曲時間収録もするって言ったじゃん。始まる30分前ぐらいからすんごいお腹痛くなってきてね、なんかまだ余韻が残ってるんだよね、お腹痛い。そんな中今無理やりテンション上げて喋っています。映画決まっておめでたい配信だというのに腹痛に襲われています今。楽しみですね。演技のお仕事、一度でもその AKB でいる間にしたいなって思ってたので、寝そうになる、わざわざ起きてくれててありがとう。無理せず、暗くなろうかな。そう、ぐる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 。でもなんか騒ぐほどの痛みでもなくて、なんかちょっとテンション下がりますぐらいの腹痛なんだよね。たまにない、そういうこと。私結構あるんだけど、なんか痛いって泣くほどじゃないけど、なんか痛いなで、口数が減るくらいの痛さ。そう、でもやっぱり、でも舞台とかも一回やってみたいですね。映画をやると、映画決まると、なんかこう芝居もちょっとやりたいなっていう、ね、気持ちになりますね。最近お腹痛い、私お腹結構常に痛い女だから、あ全然無理じゃない、全然ちょっとテンション低いなぐらいのあれだから、そうそう、地味に嫌なやつ、触れてはいけないタイプのやつじゃない、普通の、なんか今日食べたもの悪かったのかな。そう、そういうお仕事が、演技のお仕事がちょっと増えたらいいなーなんて思いつつ。でもやっぱ東京組じゃないとあれなのかな、やっぱり、なんか舞台とかは厳しいのかなーなんて思いますけども。また腐ったもの食べたかも。
もしかしたら覚えてない。女優の風格、いやいやいや、そう、それに関しては厳しいんですけどね。川口春奈さんと双子役そんな恐れ多い。そうなんですよね。でもあまり受教する予定はないのでだってエイトの良さって地元じゃん。みんなそんなに受教しちゃって、あ、そうですね。でもこういう嬉しいですね。時が経てば so happy end。 まあでもこのコロナ禍であんまりね、東京とね地方行き来するのは良くないんでね。そうだそうだ、小声かい。芸人さんも春元由紀ちゃんと一緒にいて、いや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 、絶対ないでしょ、それはないでしょ。ハリウッド目指そうかな。え、今年はオードリーやるの？マジ？それ私手に入れてない情報だわ。行きたいなオードリー。マジか。セリフを覚えられない場合はルンちゃんが代役。そうですね、ルンちゃんが代役ということで。するんだ。ちょっと待って。阿波踊りにさ AKB でチームメイトで呼んでくんないかな。ある？徳島、こういう時は徳島新聞さんを。徳島市主催、へえ。今日なんかおしゃれやった。あ、でも今日あれですね、ボルティス勝ちましたね。実際に試合見たわけじゃないんですけど。障害損害賠償のことしか一応大人に言ってみてください。いやー、本当に徳島の阿波踊りチームメイトで出たいな。めっちゃ出たいんだけどな。絶対楽しくない？まあ声が出せないのはあるけどさ、絶対楽しいよね。チャンチャラ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 ンチャンって。沖縄です。確かに。あ、本当だ。規模を縮小して開催。いいね。本当だ。阿波踊り開催が決定してるわ。チームメイト呼んでくんないかな。呼んでほしいな。大掛かりなことはね、できなそうだけど。今年はカローラ祭りはあるのでしょうか。あ、でももうそっか、出れないのかな。地元イベントやりたいですね。そう考えたら日曜ボルティスと試合だったから。おお、あ、私もあれで見た。なんかで、あのあれでテレビか携帯かなんかで見た。ちょっとだけど。映画おめでとう、ありがとうございます。カロラ祭りね、出たいね。地元でやってほしいけど遠い。あ、確かに。コロナが収まらない限り。まあ確かにね。
どっかで出したい、出してほしいな、出たいな。夢タウンでイベントしない？いやでも夢タウンでイベント恥ずかしいな。なんか知り合いばっかりになりそう。知り合いに見られた時の恥ずかしさは半端ないから。親戚一同来ちゃうし、絶対。それで友達たまたまいたさ、友達ならさ行くねって言ってくれた友達ならさ来てくれても嬉しいけどさ、たまたま通りすがってちょっと知ってるぐらいの昔クラスメートだった人ぐらいに見られるのが一番恥ずかしい。サッカーとか行く、あー確かに。夢タウンは草通り越す。夢タウンは地元の地元すぎて恥ずかしいよね。多分いるの全員知り合いかもしれない、もしかしたら。あー知ってる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 。怖い怖い怖い。バドミントンのお仕事、あー確かに。なんか昔やりたいと思ってたことを時が経って忘れていた感じだったな今。バイト風を披露することに。やだわ、友達や親戚一列にいそう。いやだってカロラ祭りの時いましたもん、弟が一番前にいてさ、すんげえ嫌な顔してやったぜ。徳島での単独ね、献血とか。でも私血がな、あでも意外といけるかも。2年前に窓の試合前、そうあれはすごい嬉しかった。そうまたああいうのやりたいな。そう最善にいました。身内はでもまだいいんですよね、もうなんか何見られてもいいから。でもなんか昔クラスメイトでえラルモトじゃねぐらいの人が嫌ですね。献血がある、献血ガール目指そうかな。でもサイリーに連れられて一回行ったことあるんですよ、それ以降まだあんま行けてないけどさ。バドのイベント、懐かしい懐かしい、もう結構前だよね、懐かしいよね。お坊な姿、そう普段からもうやばいのやってるから。献血ね、バドやったのやってたのアピってきましょう。どこにアピればいいんだろう。バドミントンやってました。ツイッターかな。確かに一回地元で献血行って、あのあと日蘭行ったのはいい思い出。なんかそう考えるとなんか楽しいこと増えますね。バドミントンで何か技を覚えて、技を覚えて特技って何？カットが得意ですみたいな、カットマンですみたいな。カットしかしませんみたいな。阿波踊りね、ちっちゃい頃しかやってなかったんだよね。ナルトのコンサートが懐かしいね。もうあれ以降ね、おっきいコンサートなかなか。そこで皆さん知ってますか、5月1日に熊本コンサートがあること。久々の地方遠征いかがですか。今割とコロナちょっとあれなんですけど、それを言うと何もできなくなるんですけど、それを言うと私はこれを進められなくなっちゃうんですけど、でもなんか、ね、いい方はぜひ。サッカーでバズったしバドやるか。バドってさ環境が難しくてさ、サッカーみたいに外で軽くできるんじゃないんだよね、風通しのないさ体育館でやらなきゃいけないからさ。そうそうそう、結構環境が。チケットはみんなに当たりますように。明日のキャンセル待ち、ああ願ってる本当に。みんなラブ。遠征は
でもごめんなさいって言う人そらいますよね。サッカーもサッカーでね、広い場所いるんですけど、まあぜひ皆さん、そうやって遠征に飢えている皆さん、ぜひ遠征とチームメイトに飢えている皆さんはぜひと、あの熊本コンサートに、私頑張ります、頑張っております、今よろしくお願いします推しが一箇所に集中してくれまあそういう問題もあるね。サーブでバドミントンの羽の、それめっちゃむずくない？久しぶりに飛行機乗りたい。そうだよね、飛行機乗る、そう、やっぱそうだよね。来月は神奈川、そう、今月と来月は私ちょっと忙しいって感じで、しかもあの映画とかの撮影とかも夏になったら入ってくるので、この先の予定がちょっと去年よりは忙しくなりそうっていうので、ウキウキすると同時に卒論どうしようっていうね、葛藤が生まれますよね。どうしよう、明日卒論先生と話し合いがあるの、何もしてないだろすぎて、まあ明日夕方 から面談なんで、もうなんか明日の朝考えようかなと思って今放棄してる全てを。焼肉はどの、マジどのタイミングで行こうかな。マンボウ宣言されても、それはちょっと私には分かりかねます。神奈川は自宅から1時間。遠征ではないね、一応。卒論、また面倒い配信が始まっちゃうよ、みんな。ピーン。もう無理なんですけど、もう何卒論って。殴り倒していいかな。焼肉なら東京行った時に、一度も行ったことないんですよね。どんな行ったか、ちょっと行ってみたいんですけど。泣き出す。卒論書かない選択肢は大学を卒業しないという選択肢につながるのでないですね。今日はめでたいです。確かにめでたい話だけにしよう。卒論なんてものは忘れよう。私に卒論はない。あるのは夢と希望と未来だけ。頭悪る。卒業したいんだよ。もう学費がバカにならないんだよ。っていう、もうなんか暗い話はやめよう。もう今日は映画が決まりました、楽しみですね、うふふっていう話にしよう。ツイッターで卒論募集したら、確かにあれだよね、アンケートとかみんなに回したら答えてくれますか。卒業しないで、卒業しないよ、いろんな意味で。徳島も家から 3,4 時間と考えたら遠征、確かに遠征じゃないか、 3,4 時間は遠征じゃない。でも飛行機乗ったら遠征だよね絶対。もうダメだそれは。でもね、私ね、みんなに協力を仰ぐような研究しないんだよ、するんだけど、そう、 Google フォーム作ってツイート、いやそれはもうそらそうなのよ、そらそうなんだけどね。なんか大学生対象にさ調査した方がさあれかなみたいな、なんかめんどくさいんですよね、いろいろなんか調査って、なんかすごい倫理なんとかとかすごいめんどくさくって、そう、みんなにお願いしたいんだけど無理かもしれないみたいな説もある。あーやばい、爪がもげました。なんかずっとさ爪割れそうでさ、マニキュア塗ってごまかしてたんだけど、ちょっと取れましたね。でもギリギリ痛くない範囲でちぎれました。うん、可愛くない、元大学生はちょっと、すいません、すいません。なんかあのさ爪がさここでさ
ひびが入ること私結構あって、途中で伸ばしてたら、それをねごまかすためにマニキュア塗ってたんですけど、ダメでした。でも痛くない範囲のあれなので、なんか全然平気です。ありがとう。何？映画お祝いしようっていう配信なのに、なんで私は爪を剥いだの？わかんないわかんない。じゃあ乾杯。私の大好きなゴーティーの無糖とともに。そしてね、今日買ってきた大好きなゲンジパイ、これを食べてね。話の展開謎いよね。ゲンジパイをね準備してね、これを食べていきたいと思います。映画決まったし、今日は飲んでいい、いいよね、いいよ、みんな飲んでいいよ。みんな手元にビールは準備したかい？明日は仕事かい？だから10時半までしか飲まないって決めよう。あんまダラダラ飲んだらさ、明日しんどくなっちゃうから、みんな飲んだらいいよ。麦茶、あ、でもここはあれなんですよね、飲みショールームなんで、飲みさんならの飲みショーなんで、ちょっと飲んでもらわないと。立ち悪い系の飲みさ。あ、皆さん絶対飲んでもらっていいですか？あ、一気一気しますか？一番立ち悪い系の。じゃあ一気で、はあ、美味しい。本人はゴゴティーの飲みショールーム、飲みショー。行政、嘘嘘、みんな私ゴゴティーの無糖だから好きなの飲んで。ゴーティーの無糖の CM したい、好きすぎて。私もいただいていいかしら。今着いたから乾杯間に合わないよ。乾杯、そうだね、どうしようかな。まあ何か飲んでくれるわ。なんか顔がほてんできちゃった。もうやめよ、今もう映画をお祝いする配信だからさ、余計なさ小話挟むのやめよう。ゲンジパイって卵と乳成分使ってないんだ。へえ、すごいね、それ作れるもんなんだ。手元には野菜ジュース、健康的でいいね。野菜ジュースとゲンジパイ、グレ箱がない、まあいいや。話ぐっちゃぐちゃだから、状態でペット、私さよくこの状態のままにしちゃうんだよね、よく怒られる。友達になんでって言われる。閉めるのめんどくさいんだよね。
上田さん、上田っちさん、ありがとうございます。ハートやっこラブー。あ、直樹さんもバラありがとうございます。わ、ゆで卵さんすごい、レインボースターたくさんありがとう、嬉しい。軽く締めないと、いやそうなんだけどさ、いつも怒られるんですよね。いつもこぼして怒られるんです。結局自分のせいだから泣くなって感じなんですけど。どうなるか分かんない。え、一回手元のペットボトルでやってみ。意外と多分だよ、これ結構確率低いんだけど同じ結果になると思うんだよね。私 50% もいかない確率だと思うんだけど、多分一緒の結果になるから、多分やってみたらいいと思う。一回自分でやってみて。それで今回次私がやってみるか考えるから。でさ、映画のさ、その決まったイエーイっていう配信なんだけどさ、まださお話できることが少なすぎてさ、もう話すことないんだよね。牛乳パイ普通に食べ始めちゃったし。弟には何も言ってない。涙目になる自信しかないでしょ。私もそうなると思ったから減らなかったの。演技の勉強として萌え台詞やば。嬉しい話を小出しにしていけるの確かに。でもやっぱ映画のやつは結構ハードそうな内容なので、髪型とかもなんかすごいかっこいい感じになるかもしれないですね。あざとい投稿がすごい。そうなのかな。目を離してる隙にまた髪いじってる。だってもう話すことないんだもん。なんですかね。最近呪術廻戦また見返して今最終回を見終わりました。いかついセリフの練習。マジムリ学園かな。マジムリかな。マジムリよりハードそうだけどね、学園じゃない分。話が、でもあざといのが映画に。呪術廻戦は漫画は完結してません。すごい結構鬱展開だったんですけど、最近はちょっと救いがあるかなみたいな感じですね。なんでみんなその萌えゼリフやってほしいの。私配信で萌えゼリフとかマジでやった覚えないんだけど。痛々しいの。ああ確かに痛々しくなっちゃうかも。ちょっとさ、チーク、またチーク濃くしたら変なメイク始まっちゃうけどさ、なんかほろ酔いみたいな感じにしよう。でも前と同じ結果になりそうだな。また変ななんかメイクしちゃいそうだな。
ケーキが見つからなしんぐ。こんにちは。こう鼻チークとかで余計こうウサギちゃんみたいな、ウサギみたいな可愛さが、小動物みたいな酔っ払いができるかも。あざとでもあんまなんかチーク濃く見えない。なんか寄ってきちゃった。ゴゴティーで、最近ゴゴティー中毒で本当にえぐいくらい飲んでて、もうなんかゴゴティーがないと生きていけないって感じ。あざとい？あざといかな？どう思う？帰れ。うん、ゴゴティー飲む糖が好きすぎてなんか常に飲んじゃうんだけど、いやそれな、キョウカちゃんに避けられちゃう。この後2人で抜けない？あざとい？あざといかしら。そんなゴゴティーは本当にゴゴティー、ゴゴティーです。こっからリボンをほどいて、リボンのやつ着てない、着てないんだけど。遠慮された。そう、私女優なのってさっき黒羊のキャラが言ってたのを見てました。私、あ、タクシー代は払ってもらえるということでありがとうございます。この女帰らそうと思ったらね、やっぱタクシー代を出すか一緒に帰るかの二択なので、あのお願いします。どうしても帰ってほしければタクシー代か、タクシー代を出すかのどっちかなんで、タクシー代を出すかゴゴティーの紅茶を渡しておくか。どっかで飽きるんだろうな、今めっちゃハマってるけど。あ、ふう、東京から徳島までのタクシー代だから。伸びた顎。ものすごい額になるよね絶対。
突然のスクショタイム。本当に酔ってきてない？なんかテンションおかしくなってきちゃった。ブラシーボ効果だっけ？なんかあるよね。でも時が経てば so happy end。 テンションはずっとおかしい。確かになんかね、あーブラセボ、ブラシーボ、ブラセボ、ブラ、あれブラシーボじゃないっけ。お待たせ、乾杯。今頃乾杯、やっぱわかんない、乾杯。先に酔ってるのではなく自分に酔ってるな。何誰がうまいこと言え言うたねんってね。あ、眠いんだ私今。眠いんですね。なぜかというと昨日はなぜか6時に寝て、今日お昼の12時に起きました。真面目にさ、昼夜逆転してきた。なんかあのエイトの舞台してた時は朝の6時だよ。朝の6時ね、そっちじゃないよ。朝の6時に寝てお昼の12時に起きたんだけど、今日か。なんかめっちゃ健康的な生活を送ってたのに、なんかこっち戻ってきたら急になんか生活習慣ぐったぐだになって、だからそう、だからメール送れなかったんですよ。すいません。本当になんか送ろうと思ってたら、なんかなぜか8時とか7時とかに寝て、で11時12時に起きて、でそっからなんか何かして6時5時に寝てっていう、なんか何、なんか夜行性でもない何かになってたんですね。そうだからちょっともう直しますね。だから今日はちゃんと2時には寝るように心がける。てか2時まで寝ないように心がける。その前に寝ちゃうのがね一番良くないんだよね。ほぼハムスター。ほぼハムスター、確かにね、ほぼハムスターだね。ほぼハムスター、めっちゃ面白いな。だだだ泣き出す。配信中寝とくか。確かになんかすごい眠くなってきたもん。夜行性でも夜の方がなんか作業ははかどる気がします。最近ほぼハムスターな人の配信。おつまみはひまわりの種。そう、ひまわりの種。寒い。なんか暖房つけてるもん今、寒くて。まあそれは私がさっきまで半袖を着てたせいなんですけどね。朝起きた報告、絶対無理だよ。なんか私目標があったらヒュッと起きれるんですよ。用事があったら絶対この日は8時に起きると思ったら8時に起きれるんですけど、休みの日は本当に無理。休みの日だけど9時に起きようとか言って9時に起きれたこと本当にないから。あ、リラちゃん配信中に寝るイメージあるもん。今日は気温下がる。え、ね、明日のさ、今日の夜冷え込む、明日の朝めっちゃ寒いってテレビで言ってた。怖いっすね。大学生はそんな感じ。そうだよね。でも私これ社会人っていうか、そういうなんかもし普通に働きに出てもそうなんだろうなって。頑張ってください。頑張ります。怖い。映画出演おめでとう。ありがとう。やっば眠。嘘でしょ、なんで
寝たじゃん今日こんなに。寝たのよ今日はしっかりと。あ、すごい鼻筋綺麗にシャドウ入れたな今日。休みの日は11時に起きてますやっぱでもそうなるよね。おねんねむ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 。このまましっかり寝れば、あー確かに今から寝れば、今からお風呂入って寝ればワンチャンキュッとなる。なんかテカってる。なんか鼻でかく見える。今日こそはちゃんとお風呂、いや私ちゃんと毎日お風呂入ってるから、しっかり入ってるから。今日の前髪いい感じだな。お風呂入ると目が覚めちゃうパターン。それお風呂って本当に嫌だよね本当に。私はずっと言ってるんですけど、なんで早く全自動体洗い機はできないのかっていうね。あと髪の毛を秒で乾かす何か、あれはいつできるんですか？全自動体洗い機はいつですか？止まってるんですけど。私ねこの前このさ前にさ言ってたさ、この目が嫌って言ってた時あったじゃん。そう、あれが嫌すぎて初めてアイプチを買ったんですけど、なんか買った瞬間に治りました。発明してください。もうだってできないよ、もうなの田中。全人類が持ってるって全自動体洗い機はないのかなって。奈良県でモーちゃんも言ってるの。ウケる。うちの父親と全く同じこと言ってる。もうだって本当にめんどくさくない？めんどくさくないのみんなお風呂って。なんかもう疲れてるけど、よし今日はお風呂に浸かっちゃうぞみたいな日だったらめんどくさくないんだけど、なんかお風呂めんどくさいな、めんどくさいな、めんどくさいなって思ってる時にシャワーだけっていうのが一番めんどくさい。卒論グループ、いいね、卒論でグループやりたい。仕事が忙しい時は本当に同じこと。なるよね。でも私はむしろダンスとかしてる時は体中痛いので、お風呂疲れ痛くてしょうがない。ホテルだとさお風呂洗わなくていいからさ、ピュッとお風呂溜めれちゃうから嬉しくてよく入ってます。まあ家でもお風呂は洗わないんですけどね。弟になすりつける。頑張ってね、また来ます。ありがとう。そんなにめんどくさいなら体、そんな下心丸見えなことある？なんか下心じゃないもん、もう見えてる見えてる、見えすぎて。布団に入りながら体洗い、わかるわかる。このまま誰か洗ってくんないかなみたいなね。姉というものはそういうものなんですあ、なきさんブラありがとうございます。中身さんもレインボースターありがとうございます。人間洗濯機出店、へえ。じゃあそのうち全世帯に。でも今日はなんかもうちょっと頑張りたいな。卒論もそうだし、卒論マジでどうしよう。でもなんかもうめんどくさい、マジでめんどくさい、マジマジ、何、誰、もう怖い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 、やること多すぎて怖い怖い怖い。熊本も覚えんけいけんし、何、どういう状況、誰がどういう状況か教えてもらっても構わんか。
姉に幻想を抱いてはいけません。そうだよ、姉はなんかあのアニメみたいに、もうまだまだ早く起きてみたいな可愛い姉はこのように存在しません。現実逃避、本当に現実逃避したい。もうやだー、めんどくさい。酔ってきたというふうに見えるのは多分チークのせいですね。しっかり塗った、さっきの酔った風にしようとしたチークが。もうこれさ、映画嬉しい配信で楽しくしようと思ったのに明日が嫌すぎてちょっと愚痴ってしまいました。 I'm sorry ヒゲ sorry。 まあね、やらない、私はやらなきゃいけなくなったらやれる女なので頑張ろう。私はできる女よ、できる女。ヒゲ総理やる気スイッチって家電、あー確かに、卒論休業もしようかな本当に。アイムソーリーヒゲソーリー、ヒゲソーリー言わない、割と言うんだけど、アイムソーリーアイムソーリーヒゲソーリーって。今の彼氏と喧嘩して思い出しては落ち込む。やっぱありかなぁ。いつまで悩むんだ、髪の毛切るのって感じなんですか。なんか話すことなくなって暇だと髪の毛切りたいなんてすぐ思っちゃう。ああ、ありかも、ありじゃね。定期、そう、30分に1回は話します、この話。これくらいいいんじゃね。もうなんかさ、乾かないんだよね、全然。でも伸ばすって決めたんでしょ、毎回この話する気だよ私は、一生この話し続けるから。飲み決めたんでしょゆきちゃん。そう決めたの。じゃあ守らなきゃダメでしょ。はいはい、頑張ります。どんなに髪の毛のケアがめんどくさくても頑張ります。なんかさ、髪の毛ってさ、長くってもいいけどさ、ただただ長いのは嫌じゃん。なんかやっぱちゃんとさ、ツヤっとしてないとさ、ガッサガサの長い髪の毛は嫌じゃん。だから頑張ろうってなるんですよね。弟にドライヤー、何それさせようなのか買わせようなのか分かんないんですけど、弟にドライヤーをしてもらうのは頑固嫌ですね。気持ち悪い、触られたくない。絶対嫌だ、触るなって怒るわ。だって中学の時とか私マジで半径1メートル2メートルかな、1メートルかに寄ってきただけで威嚇してましたから。いや世の中の姉は本当にそんなもんですよ。姉のいない皆さん、本当に姉に幻想を抱いてはいけません。美容室の担当、いやそれは全然気にならない。話に勝手に出されたりボコボコにされてて。まあ昔からそうなんで。私の反抗期のベクトルは顧問の先生と弟に全部向いてたから、なぜか両親には全く行かなかった反抗期。優しい姉とか都市伝説、そうだよ8割は都市伝説だと思ってる。可愛い妹の幻、あー確かにそうかもしれない、わかんないけど私は。
両親助かった。そうそうそう、私も本当に中学時代マジで家にいなかったんで、弟からしたら災難ですよね。たまに家いると思ったら姉がめっちゃきつく当たってくるんですよ。8面は誰か髪短くすると短くする人増える。やっぱ時期的なものが多いんじゃないですか。やっぱ夏から冬にかけては切らないじゃないですか。でも冬から夏にかけては切るから。なんかよくさ、その兄弟のさ、謎の中恋愛ものとかあるじゃないですか。あんなの気持ち悪くてさ、あれ気持ち悪い、あれを書いてる人は姉とかいなかったのかなって思いますよね。春本と雪って書いてあったから来たんですけど、映画出演ってあるし、部屋間違えました。間違えてないよ。みんなが信じれないくらいのニュースが。はじめまして、はじめまして。妄想もいいとこ、いや本当によ。2歳です、2歳。だからもしかしたら年がすごい7歳とか離れてたら、5歳以上離れてたら意外となんか大丈夫なのかも。でね、私がやってる今研究のやつでね、書いてた、なんか年が離れると、あのなんか兄弟には、兄弟は2つの要素で構成されてて、なんかなんだっけ、なんて単語か忘れたんですけど、あの助けてあげようっていう、助けてあげよう、支え合おうっていう成分と、なんか友達みたいな成分2つあって、年が離れれば離れるほどやっぱりそっちの親のような視点の気持ちの方が強くなるんですって。だから年の近い兄弟でしかあんまりライバル的な意識は出てこないっていう論文を読みました、英語で。すごいふわっとした情報なんだけどさ。ゆきまるが映画とか自信失礼な。それはそれで失礼な。マジこれをどうさ、先生の納得いくレベルに持っていくか。もうなんか卒論なんてさ、自分がやりたい研究なんだからさ、結果が出る出ない置いといて、ほっといてくれればよくない？私今の研究だと絶対結果出ないって言われてるんですよ。何か足しなさいって。でも別に結果出なくてもよくない？わかんないじゃん、出るかもしんないじゃん。まあもちろんさ、その結果が出てさ、いい研究になるように持っていくのは先生の仕事かもしれないんですけど、もうめんどくさい、うん、全部今の ご託は全部取り消してまとめるとめんどくさい、めんどくさいです。どうしたらいいですか。めんどくさいんですけど、めんどくさいんですけど、やっぱこれ演技に活かせるかを。怖い顔でね。どうどうどう、落ち着け、私できるよ。できない。って感じで最近情緒がぐちゃぐちゃなんですよね。なんか熊本も結構大変で、わーって情緒になったし、さらに卒論でうわーってなって、で、まあ、勉強しなきゃいけないことも結構あって、ブエーって感じですね。怖い顔のイメージ何かあるんですかって聞かれたレポート。確かに言おうかな、なんか監督さんとかに怖い顔なんかしてみてください、レポートができない時の。
神とそぞろの話。私だってしたくないんだけどさ、頭の中がそれしかないから、それ以外喋ることがないんだもん。この塩コショウ2020年6月17日で賞味期限切れてる。いやでも中身変えたわ、危な、気づいた気づいた。しょっぱりながら、うん、なんだろうな、塩コショウがあるの。さっき塩コショウ使ったから。足すもの困ってるな。あ、確かに足しとこうかな。塩コショウ、塩コショウってさ、足しとけば何でも美味しいよね。塩コショウってマジで万能じゃない？昔の人がコショウを争って戦争するのも分かるくらい万能だわ、コショウって。ただ魚には合わないんだよね、あんまり。やっぱ肉文化のね、あるヨーロッパとかアメリカとかだとやっぱりね、塩コショウって欠かせないものなのかななんて思ったりなんてしちゃったりしたね。塩コショウ一つでこんなに話広げられる人すごくない？でも私はやっぱり、いや塩コショウも好きなんですけど、やっぱ醤油も好きですね。醤油ってやっぱ美味しいよね。塩コショウは万能だよね。三角貿易、マジックソルト、へえ。シルクロード、そうだっけ、そうそう、コショウを求めて海へ行く人もいるくらい胡椒ってあれなんでしょ。九州の甘い醤油で九州ね、九州って何、あー、食べたことないかも。この卒論なんかザラついてないって言われたらいいエピソードできる。なんだっけ、どういうことだっけ、どういうこと。そしてたまに映画に戻る。そう、映画の話にたまに戻していくスタイルで。目玉焼きは塩コショウ、塩コショウ。でも最近はご飯の上に目玉焼きのせちゃって、その上に醤油かけちゃうのも好きです。眠いです。目肉は熟成させるとに、あー、やっぱそういうことですよね。塩コショウ、塩コショウってマジで美味しすぎて、私何にでも塩コショウかけちゃうんですよね最近。それに塩コショウ、ああ、そういう話、結構チャレンジャーですね。なんか先生がザラザラしてるわねっていうか、タブレットで、タブレット欲しいな。また次は今度は欲しいものの話を始めちゃった。そしたら多分私はこの後ね、 AirPods のね、こういうワイヤレスイヤホンが欲しいっていう話を始めるんですよ。そして焼肉食べたいっていう話を始めて、昨日の話に、おとついかの話に戻りますよね。卵かけご飯に味の素、意外とやったことないかも。やろう今度。弟にもしよくしょ、かわいそう。やめなよそんなことしちゃう弟に。弟は家族だよ。iPad いいよね。配信するときに iPad めっちゃ欲しくなる。Amazon かなで買ったわよ。いいな。あ、こんばんは。今何時？すごい、見て、目を見ても分かっていただけると思うんですけど、すごい眠くなってきました。話が飛ぶない女子トークあるある。確かに男の人ってさ、むしろ話飛ばないの。12時13分じゃあぼちぼち終わりましょうかね。エアポッツには塩コショウ、レモン、あー、レモン塩コショウも美味しいよね。焼肉じゃん、焼肉行きたいな。焼肉に戻りましたね。おめでとう、一周しました。
そしてね、なんと映画に出演が決定しました。ループループ怖い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 。皆さんね、まだちょっと先の感じなので、まだわかんないんですけど、私から言えることはあまりないんですけど、まあ、どういう役なのか、どういう映画になるのか、楽しみにしながら来年の夏まで待っていただければなと思います。もしね、クランクインして出せる情報とかがあったら、また情報も出していきたいと思うので、ぜひぜひチェックして待ってていてくれたらなと思います。感情がむちゃくちゃ、それよ、この前の配信と変わらない内容。髪切ろうかな。こうなってくると真面目に怖いよね。やっぱこれくらいってどう？やっぱ可愛いと思う。でもなんか迷っちゃうな。やっぱでも今切ったらな、後悔するしな、伸ばすって決めたしな。小顔矯正に行きたいんだよね。大丈夫？このループそろそろ抜け出した方がいいよね。あー、卒論嫌だな。もうやめよう、怖い怖い怖い、やめようやめようやめよう。ということでね、このループも終わりを迎えましょう。ということで、私が春だけどって言ったらいいって言ってください。いきますよ、春だけど。ありがとうございます。徳島と私の魅力を皆さんの元に届けに行きます。徳島県代表、春松ゆきです。徳島県代表、ループ春松ゆきです。どうも。そう、友達就活して遊んでくれないし、卒論もあるし、熊本も覚えなきゃいけないし、でもね、映画があるんで。怖っ。また映画の話に戻るからね、恐怖。ということで、ランキングを読みたいと思います。いきます。13位くんくんさん、ありがとうございます。12位まさゆきさん、ありがとうございます。11位ペングインさん、ありがとうございます。10位ゆでたまごさん、ありがとうございます。9位上とちさん、ありがとうございます。8位梅こぶ茶さん、ありがとうございます。7位まちさん、ありがとうございます。5位しなしさん、ありがとうございます。待ってるね。5位すえんさん、ありがとうございます。4位まぼろしさん、ありがとうございます。3位まさみくん、ありがとうございます。2位ともくん、ありがとうございます。映画楽しみ、私も楽しみ。1位は直樹さんです。ありがとうございます。映画出演ありがとう、おめでとう、ありがとう、嬉しい。ということでね、髪も顔もすごい綺麗だって、ありがとうございます本当に。ということで、またまあ明日卒論のやつがうまくいったら気分よく配信をするかもしれないし、音沙汰がなかったらダメだったんだなって察してください。ということで、ありがとうございました。バイバーイ。おやすみ。